庭外、福は内。皆さんもご家庭で節分の豆まきしましたか？季節の変わり目に鬼を払い福を招く行事。2月1日日曜日、卓国の岩屋と中尊寺で節分会が行われ、たくさんの人が訪れました。卓国の岩屋では毘沙門堂の舞台から豪快に豆をまきます。厄年の男女、年男、年女のみ持つことのできる2升5合小金のマスには、福と書かれた福豆がたくさん入っていましたよ。参加した人に今年の抱負を聞いてみました。今年1年は、とにかく、最後の最後まで、笑える年で過ごしたいと思います。今年1年は怪我のないようにしたいと思います。例年よりも多くの参拝客でにぎわった卓国の岩や節分会、とても縁起のいい行事です。中尊寺大節分会、雪の降る中、地元園児が手作りのマスで元気よく豆をまき、その後大相撲八角部屋沖ノ海関と年男年女合わせて115人が270キロの豆を盛大に撒き、福を呼び込みました。無事に健康で過ごせればいいかなと思ってます。いい1年になるよう、いろんなことに挑戦して頑張っていきたいと思います。皆さんにも幸せが訪れますように。平泉の節分行事をお届けしました。